なり量より質やろって言って質を極めようとしても無駄やねんな。賢くない人たちはな。だから量を極めたから質があんねんな。誰でも最初は絶対量から入ってるはずやねん、天才以外は。だから量を極めていく先に質があんねんな。なのにいきなり質を手に入れようとするから、もう今回はもう動画の題名とかにもあるかもしれないけど、賢い先生には気をつけろっていうことでやっていきます。でこの動画ちょっと賛否両論あるかもしれへんねんけど、賢い先生ってこういうこと言うねん。手作り手帳なんて無駄、効率が悪い。うん、確かにその通りやねんけど、こういう時聞く時、人の意見聞く時っていうのは自分がまずどういう立場なんかなっていうのを考えてから聞いた方がいい。例えば僕っていうのはめちゃくちゃ高校生の最初とかずっと勉強できませんでした。そういう時に賢い先生っていうのは、手作り単語帳なんて無駄やから、マジ効率悪いからやめとけとか、作ってる最中に単語覚えるからとか言ってくんねんな。いやいや、もう単語覚えれてんならええやんって僕はなる。自分みたいな頭悪い人っていうのは勉強をやるかやらないかの二択やねんな。で単語帳を作るっていうことは、つまり勉強をするっていう方のいい方を捉えてくれてんねんな。うん、じゃあええやんって、僕の立場では思うね。つまり頭悪い人、ちょっと口悪いけど頭悪い僕とかやったら、勉強するかしないかの0か1やねん。で賢い先生っていうのはもう1は当たり前やねん。賢い先生っていうのはその1をどうやって2にしようかな、3にしようかな、5にしようかなみたいな感じで考えてんねんな。いける？確かに単語を覚えるのに、もっといい効率なのはある。それっていうのは1じゃなくて5とか10とかやんな。でもそもそも俺たちはそのレベルにおらんねん。だってやるかやらないか0か1かで悩んでんのに、5を最初に考えたらあかんねん。いきなり5やろうってなったらもう無理やからな。 OK。 だから自分の立場をちゃんと考えてから人の意見を聞くようにして、でその0か1かで悩んでる人っていうのは単語帳を作ることがモチベーションになるやん。なんか単語帳作ったでって言ってな。でその単語帳を作ることによってその1を叶えれてんのやったら絶対作った方がいい。作らんのが0やからな、君にとって。君にとってっていうか僕にとってもやねんけど、まあ自分のやりたいようにやったらいいよ。で賢い先生っていうのはこうも言うやん、量より質を極めろ。これも俺は思うねんな。自分の立場をちゃんと聞いてからそれ言ってって思うねん。賢い先生はもちろん量より質を極めれんねんけど、俺たちはそんなのはまだ無理やねん。でその賢くない人たちっていうのはまずは量をこなそう。単語やったら書きまくって書きまくって書きまくって量をこなすね。そうするうちに書かんでもできるようになってくる。そう、わかる？試行錯誤していくうちに自分から質を極めれるようになってくる。いきなり量より質やろって言って質を極めようとしても無駄やねんな、賢くない人たちはな。だから量を極めたから質があんねんな。誰でも最初は絶対量から入ってるはずやねん、天才以外は。だから量を極めていく先に質があんねんな。なのにいきなり質を手に入れようとするから、もう途中で砕けんねん。 OK。 で大体よく失敗する人っていうのは、その賢い人が言ったように質を極めようとするねん、量より質やろって言って。でもその質を取ろうというレベルに達してないねん、自分が。だって量こなしてないから。わかる？じゃあその質っていうのは本当の質にはなってないの。わかる？でだから最初は量をこなして、自分がその質に対応できるようになってからちゃんと質を極めたり、でその質をまた何回も量することによってさらにいい質になっていくし。 OK。 ただでも本当に賢い人っていうのは質を見てすぐできるやつもおんねん。だって見ただけでダンクシュートできるやつとかおるやろ。ってなるやん。まあそういうのはちょっと自分とは違うっていうのを置いといてくれたらいいよ。だから何が言いたいかっていうと、結局は自分の立ち位置を把握してちゃんと人の話を聞いて。OK。 であと勘違いしてほしくないのは、あ、そういう意見もあんねやっていう感じで受け止めて否定はしてほしくない。あの先生こう言ってるけど違うじゃないね、あの先生はこう言ってる、うん、そういう意見もあんねや、じゃあたまにたましてみようみたいなぐらいでいいです。否定はあんませへん方がいいかな。うん、だってその人はそう思ってるから正しいことは正しいね、多分な。まあ価値観っていう言葉があるように、まあ自分とは違う価値観の人ももちろんおるね。だからその人はそういう意見やんないなっていうことで捉えとき、自分とはちょっと違うけどそういう意見もあんねんなって言って、そしたら見方がすごく大きくなってきて、多分ハッピーになると思うよ。うん、はい、まあ、まとめると、賢い人の言うことにやむことはないです。
で、勉強のやり方に悩むぐらいやったらとりあえずやろう。もう0か1かで悩むぐらいやったらとりあえず1。OK。で、これはまあ経験論やねんけど、量が質を生むから、自分に合ったやり方をひたすら量をこなしていくと質が見えてくるから、安心して自分がやってることをやっていこう。OK。ただ、ちゃんと改善は自分でするんやね。まあ、これはあくまで僕の意見なんで価値観が合わなかったら、ああそんな意見もあんねんなーって思ってくれたり、こいつ頭悪いなーって思ってくれてもいいよ。うん、バイバイ。ああ授業動画も上げてるので、基本的には授業動画上げてるから授業動画見ましょう。見た目見ましょうじゃなくて見て勉強してください。バイバイ。